店員がちょっと嫌な感じで、その日一日ブルーになったり、そんな時に限って歯磨き粉切れてるの忘れてたり、何もかも嫌になって限界まで走ってたどり着いた場所はよく知っていた。一人の力で行けるとこ、初めから地図に書いてあった。負けたくないで突き進めるほど甘くはないけど、負けたくないがなくなった僕に一体何ができるだろう。今日生きることが明日につながるから、何も残せなくていい。だんだん基礎は忘れるなよ。ラジオ体操みたい、来ただけでもらえるハンコ、生きただけでもらえるハンコ、よく頑張りましたって押してほしいよ。錆びたカッターでちょっと指を切った時にそっと絆創膏を巻いてくれた。優しさより痛みの方が胸にしつこく残るもんだな。誰かより僕は不幸なんじゃないかって比べて幸せでも信じなくて、手を伸ばすより手で包む方がずっと力がいるってことだ。追い風が君を進ませて、向かい風が支えてる。いつだって真ん中君がいる、だから一人じゃないんだよ。今日生きることが明日につながるから、眠れず朝を迎えていたんだ。夢は忘れるなよ。ラジオ体操みたい、来ただけでもらえるハンコ、弾けただけでもらえるハンコ、よく頑張りましたって押してほしいよ。負けたくない帰り道ぽつりこぼれたのは愚痴か、それとも決意の歌なのか、まだ答えは出ないけど、今日生きることが明日つながるから、何も残せなくていい。ただ基礎は忘れるなよ。ラジオ体操みたい、来ただけでもらえるハンコ、弾けただけでもらえるハンコ、よく頑張り
て押してあげるよ。押してあげる。